第11回ドヤバサ対決いけいやいいでしょこれめちゃうまナイスありがとうございます。4番パー4294アサゲベントグリーンって書いてあるんじゃないか分かってる。ちょっとちょっといじめないで。そういうこと言うかまた炎上すんだよ。いじめてるとか言ってるからよ。いじめダメ絶対。第11回ドヤバサ、うん、僕前のホールバーディー取ったんでオーナーで行かせていただきます。取るよねこの対決でオーナー土UDI 練習でも打ってないまだ昨日の夕方買ったんで UDI 3番ガチ当たりすると奥危ない気がするんでパチンとさっきまで投げてたんですけど若干戻ってきたんで。ああいいじゃん完璧か。え球上がるな。上がる。 TG さん言ってたもんね。おおおーめっちゃフェアウェイじゃん。5番ウッドより上がる。5番ウッド一生書くよ。いや5番ウッドの方が立ってます。18度。これが多分19とかなんで上がりやすさはあった。あって楽に打った時にそうちゃんと行ってくる。5鉄で行きます。5鉄あ出たよその打ち方。手放し手放しバスさん出たよ。懐かしいですか。忘れかけてた。ひどいな。僕言うで。やっと記憶から消せたっていうところでまた出会ってしまいましたね。4ユースか。4ユース。しょう。しょう。でかくないか。まあ、ちょい奥ぐらいですかね。やばいやばいやばい。ああラフラフ。あ思い出したまた。大げさオーバーリアクション。さすがだ前橋の9番だよな。その節はありますよ。もうねネイマールやってたんだろ。いや僕中田英寿ですね。倒れない系倒れない系。ファウルされても倒れない。ネイマールって技は必要っすよねあれ。ファウルを誘発するあたかも当たったようにあれネイマールであるっていう前提も必要っすよね。スターだから削られるっていう審判の前提が。そうそう頭があるから。じゃあバスさんできますね。でも高校の時は結構言われてましたけどね。何て言われたの。ファンタジスタってオクラだな今日の動画一応撮っときますけどちょっとキーあれだな。かぶるなかぶるなかぶるのあそこだけにしろ。バスさんもしかして火星方形じゃないんですか。ズル向け。ズル向けだと安ゴール出禁になる可能性があります。何ヤードでした。145前後です。あれピン奥ですか。まあ奥だと思います。高いところにしか切ってないですね今日は雨予報で。141ヤード、9番できます。はい。まあ、ちょっと右だ。あー、落ちちゃうか、これだと。中段まで行っちゃいましたね。これむずいな。これむずいっすね。1、2、4。これむずいな。左からの、どっちかがわからない。フォローかアゲンストなのか。ピーカルで。ピーカル、はい。うまい、うまい、これピーカル。おお、ナイス。ワンチャン止まっててくれれば。止まってたらバーディーチャンスですね。バーディーチャンス。109。どうやって乗せんすかこれ。あんな超えるでしょ。サイさんはこういうの絶対やってくるんですよいつも。こっぱち。12じゃ超えないもん。おお、上がった。超えるけど全然ダメじゃん。ショート。あ、でも行ったね。行きましたね、ナイス。パワーだよ、パワー、うん、パワー。ヘッドスピードがなきゃできない技ですね。中山筋肉できるパワーパワー何でもやらせないでください何でもやっちゃうんだ。できるじゃん、何でもいやできない何でもできるじゃんピーカル完璧でしたね、今悩んだように見せてそれしか選択肢がないっていう状態でしたでもその悩んでる振りっていうのもね試合では必要だからね。っていうかマジあの3番いいから5番ウッド行こうかな。セッティングは終わらない。セッティングが決まるっていうことはないな。結局それに戻るんですね。それじゃん。なんとかさんからもらったパターやめちゃったんですね。たまに使わせていただいて。ペレッティがなんかなんだっけあれ使わせていただいてます。お客さんかなんかもらったあのパターのせいで入んなかったって言ってましたもんね言ってないですやめてください落としてるやつ。あ、いやいやいや、まあまあここは使わなくても使うじゃないですか。21ヤード、僕に。うわ、いい音した。うまい。うおー、ナイスナイス。いい音、夢気分。今、最高夢気分でした。20ヤード。20ヤード。
あ、強い。やってやった、出るこれ。翼アウト。ここからちょい下ってるもんね。 3.5 歩そこそこ切れそうなバーディーパット。はい、あー、イエイ。ナイス。おー、オッケー。まっすぐなんだな、これだけちょっと。3m。はい、パーパット。はい、ナイス。パーまあ、ちょっとパター上手くなったと思ったら。さすがっすね、フィッティングしただけあります。フィッティングしたけど、このパターじゃない。俺が言うなよ、つばさ。あれ、長さ戻したんすか？32に1回切って、失敗したって思って、新しいトゥーロン買った。で、33にしたんすよ、ね。そう。色は黒の方がいいって言われたから、トゥーロンの黒にして、33にして。微妙に反映されてるんですね。まあ、長いよりか短い。完全に言われたまんまでやってても、これだって思わないと難しいっすよね。5番パー4、390ヤード、成田の森。かっこよくなったね。ほんとですか？うん。あれです。髪型？顔、顔。なんだ？何のせいか、女かな。あ、ごめんなさい、今の絶対使うわ、今の。左からフェードのイメージ、そこの上ぐらいを狙って、うん、あの奥の林にぶち込むぐらいな、はい、おっ、あー、でもちょっと待って、捕まっちゃった。でも行く、150の予定時。よっしゃ、大丈夫。あるはあるんですけど、うん、本当に奥の林にぶち込んだ可能性があります。ボギー叩いた人、ちょっと集中しといて。はい、滑舌聞き取れりゃいいんだよ。アナウンサーでもないし、バンカーも入っちゃうぐらいな勢いでいきます。おお、耐えた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 。ん、あ、右入んなかった。カメラではちょっと追えなかったけど、まあ OB までは行ってないですね。一応暫定できましょう。いや、ありますよ、あれは。何つう顔したんだよ、今。見て。ほら、これはいっちゃったろ。これはちょっと暫定だ。暫定機はね、怪しかったら打つべきだと僕も思いますが、進行優先で行きましょう。はい。まあ今のは OB なんで。じゃあ、いや、ここで狙いむずいっすね。うん。極端に左向く感じでやって左出しすぎちゃうな、これ。レッスン活動はどうなの？レッスン活動はお客さんにラウンドレッスン結構来てもらって。ラウンドレッスンばっかやってる。13、4あたりは。やりすぎだと。めっちゃやってますね。じゃあ月にもう15ラウンドぐらいしてるってことだよ。回らないのもありますから。ノンプレイで。ノンプレイで。ノンプレーとか大丈夫なの？耐えられる？全然大丈夫。なんかお客さんを幸せにしたいっていう気持ちが強いんで。違うだろ、このためでしょ。これが入るから我慢できない。いや、全くお金っていう概念ないっすね。本当に嘘くさく見えますね。本当なんですよ、俺。セルフでメガキャンっすよ。入っちゃってる人だって今、目が。133アゲなんで9番で。9番やん。おお。ヘッヘッ。おやす。うまいね。僕はじゃ114ヤード。52で。52で。うん。お、風流されるな。ナイスオン。よし。110ヤード。52度でいきます。はい。ああ、どうだ、ゴー。うわっ、うわっ。おちょっと食われましたね、今、完全に。素晴らしい、見せどころじゃん。うまくいったらサムネになるよ、そうさ。うん、ばさん、今のが4打目。2打目？え？何？4打目？4打目だろ。あれを1球目にしようとしてた。捨てるわけないじゃないですか。今。いや、今、忘れてました。ごめんなさい。暫定の時、ナンバーいってませんでしたよね。確信犯。分かってやってるな。いやーちょっと このね、抜け道あるからね、うん、ね、雨のコンディションも相まって止まってしまいました。おっぱち、はい、
うまい。最高じゃん。めっちゃうまい。バスさん5打目でしたね。結構やっぱ風吹いてるね。やっぱり成田の森か。19歩。バーディーパットいきます。あれちょっとすいません、全体がなんかうねってますね。はい、フックスライスかな。ここからフック弱いか。あでも来てる来てる。あ来るんだ。めっちゃまっすぐだね。あそっち。そんな重くないですね。こんな濡れてるのに転がる。10歩。バーディーパット。来たか。しな。オッケー。オッケー。もうオッケーでいいですけど、それ。ミス。バッサン、これ入れラボだからな。日差し系使う。昨日勉強会してきたんでしょ、腰が痛いって。すぐマスターはできないですけど、ね、いいですかって。いい。タイさん、静かにしてください。喋ってねえから、これ。ナイスナイスラボ。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。これぐらいの傾斜、これぐらいの距離は、パッと外さずに、しっかり打てるように積み上げていきます。1メーターちょっと。おー、いい転がりだったね、今。タップできてたね。さあ、動いたね、翼。でも、OB して、あのバンカーからのダボセーブと言っていいですよね。結構流れ作ったでしょ、今まで。あの目玉から、実質パーみたいなもんでしょ。もう本当取り覚悟でしょ、あれ。はい、そうだね。ちゃんと褒めるとこ褒めるよ。ありがとうございます、ね、俺はいじめてないから。そんなくだりありましたね。ね、あったよ。いじめとかせんじゃないんですよ。こういう土屋さんから当たりをされておかしくない生き方をしてる。どういうことですか。みんなは映像の翼しか分かんなくて、俺とヤス君はそれ以外の翼を知ってるから、ね、俺に触れたらみんな晒すから、ね、アウスさんのことも晒しちゃったから。ゴルフ界の詳しいってこと。これアウさんのことは晒したよ、童貞ですって。でもアウさんがそこで謝ったから他に被弾しなかった、うん、なるほど。これか。9番パー5、416ヤードのパー5。高いよ。これパー4でいくらやな、本当に。右大丈夫なんでしょ、これ。右ダメですよ。意外とティーショットがちょっと、そうそう、タイトだと思う。逆にむずいですね、ここだと、うん。あの木の先っちょぐらいから。よいしょ。これ曲がるよ。もう危ねえ。あれ100のヤーテージがな、100のヤーテージの手前にある。右見えないところに打っていきたくないよね。え、そうなんですよ。右方向。はい。もうナイス。お。オッケーオッケーオッケー。めっちゃいってる。うん。めっちゃ左跳ねたわ今。いきます。はい。旗狙い。おい何よこれ。右 OB です、暫定お願いします。まあ森なんで何もないんですが、すみません OB ばっかり。本当に僕らになっちゃうから、これ差が開きすぎてみんな見なくなっちゃう。いやバッサンが久しぶりに出てくれたからみんな見てくれますよ。原因わかんないけど、怒って出てくれなかったあのバッサンがやっと出てくれた。また出れて嬉しいっす。ある程度のプレーは見せたいっすよね。暫定しまーす。はい。おい、これ危ねえな。朝もう一球だよ。どうしたんですか。暫定いきます。はい。よいしょ。バッサン、今の5打目じゃないですか。ここで落ち込まない。ゴルフっていろいろあるから。翼、手元考えろ。自分の手元が上がったと上から入ってくる癖あんだから。そ、ね、俺がその教えたろ。なんで守んねんだよ。いやいや、ちょっと練習不足でしたけど、まあまあ言い訳はよかった。おい、いつ見てんだよストーリー。朝起きて6時ぐらいから練習って見てんだから毎日。ありがとうございます、見ていただきありがとうございます。ティーチングプロ選手権に気合い入れてかけてるんですか。そうっす。だから今度2時ね、はい、一緒のところだもんね、はい、絶対取りたいと思います。で、行った？いや、1回だけ。いいコースだよね、そこ。いいコースです。綺麗。綺麗だよね。対戦向き。まだそういうこと言うなよ。
ワンチャン超えてんじゃない？最初のはもうないね。バスさん、また暫定球の番号言わなかったんですけど、右に万が一あったら何球目だと思う？それは2球目ですよ。1球目なわけないね。これいや怖えな。ピンプラス5だからエッジまでっていう計算で結構いいと思うんだよね。130ちょっとなんですけど5にできます。115か120ぐらいキャリーか。あー危ねえ。おーちょっと噛んだか。まあまあでも、おーあいいね、やっぱそうなんだね。まあさ、落としどころ考えて。鬼ディボットじゃないか。しかもなんか、大きくない鬼ディボット。え、でも僕の方が飛んでんじゃないですか。確かに。飛ばなかったね。139なんですけど、はい、結構フォローあるから、52で打ちます。はい。奥は絶対やる。奥もうちょっとでもう行ったらバンカーっすね、あれね。そう。うっ。ああ、やっぱそうだね。まあまあ。まあまあ想定ないです。スーパーさんすげえところ。まあまあでも手前は入れるとこあるもん。134ヤード。はい。えぐいなこれでも。このサイズのディボットえぐいな。ピッチングできます。はい。うまい。めっちゃうまい。ナイス。ありがとうございます。あーまあナイス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 し、もう5と行った感じですね。はい、草5できました。草5と行き、ただやべ6段目つられ行きしちゃった。つられ行きしちゃった。つられ行き、ありがとうございます。やべ、いやこれバッサン負けちゃったらもう12戦で終わると言われていたあれがもう勝負ついちゃいますから。今日で勝負ついちゃうよ。確かに。いやでもまだ分かんないですよ、まだ前半ですからね。4打5打ひっくり返るからね。そうそうそう。しかもここロングじゃないですか。そう、イゴちゃん、イゴちゃんじゃないですか。ワンチャン、ヤスさんに負ける可能性がある。屈辱ですね。やばいよ、だってあれ、近いのヤスさんでしょ。うん、17ヤード、62度。わー、いくよ。惜しい。うん、惜しい。6本まっすぐだと思います。おー、ナイス。ナイス、ナイスダボ。いやー、OB2 発ってよくダボで耐えたね。ナイス。OBOB イーグルか。OBOB イーグル。OBOB イーグルパット、タッポすら来ると思うんですけど。あー、ちょっと。結構曲がる。見えましたね。さっきやってます。はい。ナイスバーディー。ありがとうございます。ツーバーディー戻した、マン戻し。バーディーパット 2.5 メートル。翼がまっすぐだったから俺まっすぐだったな。あっ外しちゃったか。オッケー、はい、いやこれ傾斜見えないっすね。うん、マジでどんまい。んどんまい翼どんまい。完全僕どんまいですけど、ナイスダボス。まあね、まあナイスダボだね。今のはマンダボス。マンダボ、はい、さあ、ということで第2話あれに荒れてる翼ね。久しぶりに出るから緊張してみたよ。さあ、前半上がり3ホールに差し上がりますが、グヤバサ第11戦、はい、今何打差ですか。あ、俺が1オーバーかな。ってことは3打差。3打差だ。3打差で、ヤスさんがいいね。すごいよ。ということで、はい、次回も見てください。お願いします。